出しちゃっていきましょう。ベン&ED。こちらのゲームはですね、ジャンルとしてはアクションゲームなんですかね。このタイトルのベン君と ED 君の愛の葛藤劇みたいなお話らしいです。早速ニューゲームでやっていきましょうか。いきまーす。なんか遊園地みたいなところですね。ここでアクションするのかな？ベン&ED、イエー、荒廃した街。お、これがベン君なの？なんでこの悲壮感。主人公の顔じゃないんだけど。このなんか荒廃した街にこの子が住んでいたと。ニコちゃんマークを見習って笑顔を作ってくれよ。お、で、ある日、ED を見つけた。これが最初のアンデッドだったんだ、みたいな。ものすごい下げすんでんだけど。なんでこんなところに最初のバイオハザードってこと？ネクスト。お？彼らは友達になった。全然友達っぽくねえんだけど。肉で釣ってるだけじゃん、これ。あ、でもめっちゃ笑顔になってるね。主人公っぽくなったわ。で、この二人は？あ、ハンズさんという人、悪い顔してるね。こいつらのことを聞きつけたみたいな。悪い噂みたいな。なんか利用しようとしてんの。あ、彼らは二人を引き裂いてしまったのだ。あー、せっかく友達になれたのに。で、お、こいつは、あ、使おうと思ったのね。ベン君を人質に、こいつを走らせるみたいな。なんだろう、喜劇みたいな。そういうことじゃ、遊園地みたいな。あ、そういうことか。で、これを見せ物にしようとしたってことね、このゾンビを。なんてやつだ。で、私は、ベン君を助けに行く、ゾンビ役ってことですね。おお、バックステージだって、控え室か。なんだよ、これ。牢屋じゃねえけど、完全に。え、これ、私なんですか？すでにゲームオーバー感が漂っていますけど、大丈夫ですか？え、残機残ってる、これ。あ、動いた！結構過敏に動くんだね。ダブルはすごい顔。主人公っぽくないんだけど、WASD で動くのね。あ、結構なんか、いるよね、こういうの。公共前とかでこういう人走ってるよね。そう考えると、結構可愛らしいのかな？めっちゃ近い。めっちゃ、うわー！何？脳内が見えるんだけど、うわ、血だまり。すごいことになってる。顔気持ち悪っ。でも、皇居前いるから大丈夫だよね。これだ、あ、何、転んだ。あ、クリックで前転するんだ。あ、マツコがいるよ、マツコ。マツコじゃねえ、さっきの人か。なるほど。これが見せ物ってことね。あだなぁ。これ入れたりしないの？入れてるわ。ちょっと壁にめり込んでるわ。これ右クリ。何これ、取れるんだけど、着脱式なの？あられちゃんもびっくり。いいじゃない。新しい顔よって。バタコさんに渡そうぜ。エントランス。こっち？こっちじゃないのかな？扉入れそうにない。いいね、このガニ股奏法。これで進んでいくと。これジャンプとか、あ、ジャンプできるね。スペース系ジャンプ。お？シットダウンだって。上でシットダウンってこと？あ、シフトダウンでコント、あー、なるほどね。コントロールキーで、しゃがむってことか。しゃがんで、はははは、腰悪くしそう、それ。大丈夫？なるほどね。うん、結構操作も難しそうだな。こっちにも扉あるよ。これ何？缶詰がある。おぉ！ 4 分の1だって。何これ？ペットフードじゃん。主食はペットフードなのかな？いいね。何このオブジェ。芸術感すごいんだけど。はぁ、本当にもう、こんな自由に出入りできていいのかね。見せ物小屋なのに。脱出のされるとか考えないのかな、あのオーナーは。まあでもね、今は従うしかないのかな。あ、ここでジャンプするとかね。なるほど。これ障害物を乗り越えると。結構難しそうだな。こっちは？あ、また缶詰あるよ。これなんだろう、タスクみたいな感じなのかな。4個集めれば OK みたいな。全部集めましょうか。お、何これ？ランって書いてある。これ登れたりとかしないと。登れないと。やだな。多分ベン君を助ける物語みたいな、そういうことだとは思うんだけど。お、コントロールキーでしゃがむ。あ、さっきのやつは違う、近かったのかな。しゃがみながら進んでいくと。なるほどね。あはん、エントランス行けないね。他の出演者さんはいないの？見せ物小屋、これを取って、え、投げることができる。ははは、えい、ははははは。あー、すごい、着脱式で移動もできるんだけど。え、これどうやって戻ればいいの？ここでこれで、あ、なんか書いてあるね、これで。あ、ロールすることができて、E キーで戻ることができるんだ。E キーで着脱。やったぜ。復活できる、すげえ。あ、これ多分ここで頭を取って、で、ここに投げ入れるってことでしょ。お、で、おー、おー、あ、おー、扉開いた。そういうことね。じゃ、こうやって着脱して、頭を取って進む道も今後出てくるんだろうね。なるほどね。着脱と。いいね、これ便利で。さすがゾンビ、不死身の力。いい気でドアを開けると。わかりました。
お、あー、なんかそろそろ舞台なんじゃないの、怖いな。お、もう始まってる、やばい、緊張してきて、ドキがムネムネしてきた。大丈夫かな、俺演じられるかな、役者を。怖い怖い怖い。お、チェックポイントだって。お、チェックポイント来ました。でっていう多分セーブしたらこっからやり直せるよみたいな感じなんだろうね。お、プレスエンターキーでバラバラになったやつを解除できるみたいな感じなの、エンターキーで。おお、組み立て直してくれた素晴らしい、便利なんだけど。なるほどね、じゃあバラバラになったらエンターキーで回復しろと。いよいよですか、大丈夫かな、怖いな、お客さんたくさんいるのかな、あー、ドキドキする。人っていう字を飲まないと。 You made it! やったね、クリアしたよ。4分が、4分間も。あ、ペディグリーチャーム2つしかゲットできなかったね。これもしかしたら探したらあったのかな。こういうの全部集めたくなるな。お、レベルコンプリート、ステージ1だったんだね今のが。なるほどね、じゃあステージ2行きましょうか。結構ボリュームありそうだね。15個、これも全部集めたい、頑張ります。スタート。さあさあさあ、数多くの鬼畜ゲームをこなしてきた私としてはね、一発クリアを目指していきたいんですけれど、このゲーム結構難しいらしいんでね、もしかしたら死にまくるかもしれないんですけど、そこは腕の見せ所ですわな。 Let's show begin! Yeah! 始まるで。始まります、そのゾンビさんの活目せよ。さあさあさあ、ランゲートが開きまして、おお、すげえ、銅像まで作る、めっちゃ金かけてんじゃんこの人。大丈夫なのこれ、見せ物小屋。ちゃんと働かないと、ちゃんとこのステージ分まで稼がないとね。社畜の鏡なんで私。走ります。いや、腕のストライドがすごいわな。陸上部出身なのかな。めっちゃ軽やかに走ってるやん。進んできます。めっちゃ声援も。ありがとう、ありがとう。俺頑張るよ。すげえ、めっちゃ客入ってんじゃん。これは期待に応えないとね。頑張りましょう。イエーイ、チェックポイント。早いね、チェックポイント。怖いな、これ。あ、ここ下とかジャンプする感じ。イエーイ、イエーイ。あ、ここ、ここ。本当にごめん。なんかすごいことになってる。何これ、え、これジャンプで避けろってこと、いきなり難しすぎないかい。あれもしかしたら触ったら切り刻まれるとか、そんな感じ。いいぞ、チェックポイント。あ、ビールの CM もある、いいで。スポンサーもすごいんだろうな。チェックポイントよっ、チェックポイント乗り越えていく。イエー、で結構難しいな俺。 3D2D のアクションとかは得意なんだけど、 3D のアクションって結構苦手なんですよね。怖い怖い、触れそうじゃないか、触れられない思い。怖い怖い、恋みたい、恋みたい。で、チェックポイント、ナイス、いいぞ。あ、すごい、うまいんじゃないこれ。ニワトリさんを踏み潰して、ね、ちゃんと見せ物なんで。うわ、ハンマー、トールハンマーなんだけど、電気タイプかな。で、よっしゃい、オッケー。まあ、最初のステージだから、レベル2だからね、これぐらいは簡単にクリアしないと、まずいんじゃないか。これ落ち着いて、時間とかもあるからね、時間を気にして、コントロールキー、ナイスしゃがみ、いいぞ。危ねえ、危ない、ちょっと距離感がつかめない。これこっち側だな、こっち側で。危ねえぞ、怖いぞ。下の血だまりは何、怖い怖い、頭がもげそうで。走って、これダッシュジャンプとかできないのかな。で、取っていく、いいじゃない、すごい声援浴びてるよ。すげえ、あいつやるなみたいな。でも観客は血を見たがっているんじゃないか。しかし俺の腕前は、ちょっと待って待って、 OK、 ナイス、チェックポイント、いいぞ。カメラコントロールがうまくいかなかった、酔っちゃう酔っちゃう。え、なんか下がってない下がってない、大丈夫。これ走っていきの、めっちゃ上手くない？めっちゃ上手くない？え、これ鬼畜芸的言ってたんだけど全然死なないじゃん俺。数多くの鬼畜芸、なんかカメラさんがいる。おい、カメラさん手振らないと、ちょっと観客のあれに答えないとね。すごい、さ、チェックポイントあって。うわ、これ難しくないか、この辺から難しくなってくるんじゃないの。しかし私は一発クリアを目指していくぜ。早い、これ、ちょっと待って、この子早い。落ち着いて、見極めて。上手くねえか俺。え、ちょっと待って、切り刻まれる。ちょっとグロいところを見たいとか思っちゃってる人ごめんなさいね。私が上手すぎて、私が上手すぎて軽やかに。落ちて一回止まろう。一回止まって、焦りすぎない。ウィンナー食べたくなるね。おっ、ね、こっちさ、これ血が見るゲームなのに血が全くねえんだけど大丈夫なのこれ、実況的に大丈夫。大丈夫だよね、みんなサクサクプレイの方がいいもんね。あ、ニワトリさんだ、わーい、やったー。ニワトリは二度死ぬ、いいぞ。やっぱりね、あのチキンだし、私はチキンじゃないですから。怖いっす。え、これどうすればいいの ?3 段?これは、1段、2段を避けてしゃがんでいく感じかな。これむずいな。ちょっと先に取っといて。ここです。で、ジャンプ、ダーン!バンバン!あっぶね!ナイス神回避!うますぎる!あーやられ、あれ?動けるんだけど。どういうこと?あ、そっか。5体満足で生きていきたい。あっぶね!あーあー奈落の底に。こいつ腹立つわ、何この顔。チェック、あ、そうか、チェックポイントからやり直しなんだよね。残機とかないのかなこれ。ここむずくねえか、めっちゃ残機とかないなら、ほっ、竹しゃがんだりとかして。あ、待って待って待って、コントロールキーの位置がちょっと悪いっすよこれ。よいしょ、でどうすかな、これは難しい。ここでほっ、
で、しゃがんでいって、あぶねえ、あぶねえ、あ、頭が、確かに、頭部、頭部だけでも生き残っても大丈夫。あれがちょっと鬼門だな。ここ鬼門。あそこの針を避けるのがめっちゃ難しいわ。でも大丈夫、頭一つでも俺頑張るぜ。男で一つで、いいぞいいぞ。頭になったが実は避けやすいんじゃないかこれね。え、最下段以外は避けられるもんね。いいぞ頭のまま復活すればなんてことはない。で、これエンターキーで復活するもんね。いいぞ、チェックポイントまで行けば OK ってことだ。じゃあこれ、あっボンミスとりあえずこれは上のやつはしゃがんでジャンプで、いってしゃがんでジャンプ、いけるいける。でしゃがんでジャンプ、うまい。でカモン、あ、早かった早かったよ、クソ、しまった。でも大丈夫、あー手で走ってるこの人すごすぎだろ筋肉。あのこっちの方がいいんじゃないか、軽やかだし。人は二足歩行と誰が決めたんだ。そう、ゾンビはね、に似て歩行でいくぜ。新しい走法、怖いよ、危ない。これしゃがんでれば、走ってると怖いな、走ってると怖いけど、いいぞ。腕立て伏せは毎日しといてよかった、寝る前の日課、いいぞ。で、いいね、15号全部ゲットしました。チェックポイントで回復と、素晴らしい、いいじゃない、未知の世界。さあ、あ、いた、ベイ君、こんなところに助けに来たよ。幽閉されちゃって、あー、ボッシュートです。ドゥ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 、おーい、スーパーひとしくん、あ、You made it、7分か。あ、でもコンティニューって8回までなのかな、これもしかしたらね、決まってるのかもしれない。15個でも見事全てね、ペディグリーちゃん全部ゲットできました、ありがとうございます。レベルコンプリート。このゲーム面白いね、結構鬼畜というか、やっぱ 3D 操作だし道が細いからなかなか持って難しいものはありますね。でも私は数々の鬼畜ゲーをコンプリートしてきた人間なんで、こちらのゲームも頑張ってクリアしていきたいと思います。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。